あ、すいません。ありがとうございます。はい、あ、はい、特急券も一緒に見せてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、6号車、一番奥までお進みください。はい、ありがとうございます。さあ、普通列車も行きますけど。さあ、黒潮。6号車、一番奥やでね。ちょっと一緒に乗ろうかな。あ、でもかっこいいですよね。まあ、イルカで有名なところやから、やっぱシャレなんでしょうかね。おしゃろ。まあ、自由席もまあまあ、埋まってますね。6号車、一番奥だな。よっしゃ。6両編成なんですね。もう多分、もう発車まで時間ねえから。先頭は後で取ろうか。よっしゃ。6号車の、ちゃんと海側が取ってくれとる。やった。
かなり暗くなりましたね。やっと着きましたよ、天王寺前。とりあえず天王寺前行きましたけどね。いやー長えな、ね、それ8時37分が乗ってるんやからもう8時間か、ね、立ってるもんな。さあということで、とりあえず黒潮に乗って天王寺まで行きましたからね。あとは、ここから先は、17番ホームに来るんやから、これまとったらええな。あ、まとったら来ますね。とにかく何番まで行かないといけませんからね。新宮から乗りっぱなしっていうのはまあまあ来ますね。ああ、まあしかし広い駅ですよね、天王寺駅は。で、一つミスったのがね、最初天王寺で降りて飯でも食って何番向かおうかなと思ってましたけど、切符がこれになるんですよね。考えてみたら、四日市から買ったこういう切符になるから、ここで天王寺で降りたら森田回収されてしまうんですね。途中下車できないんですよね。やっちまった、広島での失敗は何にも生かしてませんよね。いいんだな。ホームに自販機ないんですね、そういえば。どこだ、どこにあるのかな。自販機ねえな。駅中こんなにいろいろあんのに。あーでも、この辺とかあるんやけどな、44分5分ではちょっとさすがに厳しいな。この辺り安いんですけどね。ちゃんちゃんちゃん、そんなおされたカフェとかいらんね。ただ飲み物が買いたいだけなんやな。ああ、セブンあるやん。セブンでいいじゃないですか。はいはいはい。よし。しまった、逆やつ。ああ。よし。やっぱナンバー行くやつは、この色なんですね。こいつなんですね、やっぱ。この付近は、ホームが近く。あ、でも、ああ、この辺りだったら、そばそうやな。よし、この辺りにしましょう。ざっくりまあ、この事件は関係ない。また、こんな会やだ。